はい、ワードツー。サナモンいらっしゃい。どうも。はい、ワードツー。いや、たまにはね、夜中のリスナーさん、明け方のリスナーさんに、ちょっと絡む機会が減ってるんで、たまには挨拶しないとなと思って、枠を開きました。どうも。ラジオ配信ですが、楽しんでってください。おい、ワード2。おー、リスワン取れたね。ありがとう。ありがとう。なんかね、この前ね、鮫島さん、俺が減らったんだよ。俺が減らって、なんて言えばいいのかな。ちょっとイライラしてた時に、鮫島さんと、スカイプする？まあ、鮫島さんが心配してくれてさ、ワード、どうだこうだって言って、アドバイスをしてくれた時に、その時は俺が減らってたから、ぶち切れた顔してたから、まあ、ラジオ配信にしたんだけど、案外ね、ラジオ配信いいなとか思って、っていうのも、ペラの腕がね、やっぱね、ラジオだと磨かれるんだよ。やっぱりね、配信者って画面に頼ってる部分ってどうしてもあるから、それで、まあ、たまにはラジオ配信もやろうかなっていうのも思ってますね。喋りを磨くために。なんかこうさ、もともと喋りでやりたい人だから、俺は。やっぱ喋り磨かないとダメなんだよね。なんか映像だけの技術じゃなくて、やっぱり音的に、こう、リスナーさん楽しませることができないと、ラジオ配信も、やっぱ俺自身がさ、ラジオっていうか、その音を聞くのが好きな人だから、喋り、純粋に喋りだけで聞きたい時もあるじゃん。こう耳が寂しいなっていう時とか、喋るの上手いと思うかもしんないけど、別に下手ではないと思うんだよ。喋ることに関しては。だけどね、やっぱり映像に頼る部分がどうしても出てくるから、ペラを磨きたいっていうのはあるんだよ。自分の中では。喋りを磨いていきたいなっていうのは。難しいよね。こう、音で伝えるっていうか、喋りだけで伝えていくっていうのは大事だよね。あとね、やっぱね、大手になる人って、やっぱりね、うまいよ。喋りが。根本的にうまい。根本的にうまい。それはあると思う。だから、こう、音だけでも、こう、聞ける配信みたいなのを目指したいよね。やっぱ。かっちゃんいらっしゃい。楽しんでいってください。ワード2。なんかね、やっぱ映像が回ってるとね、映像の方にね、撮られるっていうか、そういうのはあるんですよ。映像に持っていかれるっていうか、映像の面白さっていうのもね、両方やりたいなと思ってて。まあ、30分だけ、なんか、ラジオみたいな配信もありなのかなぁなんて思ってる。音での勝負って。純粋に喋りだけの勝負ね。でもね、なんでね、今回リスワン取れたのかよくわかんないんだよね。こんばんは。いや、まあ、ラジオなんで、まったりやろうかなと思ってて、BGM ちょっと違うのをセレクトしました。これもね、フリーの BGM なんだけど、結構気に入ってて、3パターンか4パターンぐらいね、選んでるんだよ。いつも使ってるのは、まあ、まあ、定番じゃないけどね、ポップな感じだけど。今日はちょっとピアノ風ですね。あ、ありがとう、リスワン取れましたよ。おかげさまで。ありがたいっすね、本当に。本当にありがたい。いや、嬉しかったっすね。まあ、前回も撮れそうだったんだけど、後半、春さんが、こう、バーって放送をやって、撮られちゃったんで、悔しかったっすね。やっぱ体張ったし、撮りたいなと思ってた回だったんで。でもまあ、なんか、1ヶ月に毎月撮れたら、ね、30人ぐらいのトップ配信者が選ばれるわけじゃん。やっぱり。閲覧数では負けたくないっていうのあるから、まあでも、まあまあいい数字取れたんじゃないかな。
彼女が、やっぱ、彼女が結構積極的に企画に参加してくれたかんね。まあ、ピンの配信で4728名の新規が見てくれたっていうのはありがたかったね。ふわっちでプロ、そうだね、ふわっちはすごい、なんか結構配信者として転換期だったね。なんか、ニコ生ではそこそこ人集まってたけど、ツイキャスに移動してから全然人集まんなかったから、すごい辛かったよ。本当に辛かった。3ヶ月、4ヶ月ぐらいね、閲覧20とか30とかで頑張ってたからね。やめなくてよかったわ、本当に。やめなくてよかった。本当に聞いたもんね。もうやめようかなとか。あ、才能ねえのかなって。3年続けてね、これかよ、みたいな。3年続けてダメだってことは、才能ないのかなっていう時期もあったよ。リスワン撮ろうと思ってない時に撮れたって配信って面白い。いや、配信の神様意地悪ですよ。配信の神様は本当に意地悪で、やっぱね、難しいよ。難しい、本当に。撮りたい時に撮らせてくれないんだよね。でも、あれだね。今日の和道ギャルズたちは、あれですね、朝まで起きてるんだね。寝れないの。寝れない日なの、みんな。土曜日の。土曜日のこんな朝方の時間に、和道ギャルズたちは本当にコミュ障ばっかりだからね。彼氏いないの？彼氏作んなさいよ。みんな、そこそこ美人なんだから。なんで彼氏作んないの？配信見てる場合じゃないでしょ？一癖二癖あるからね。いや、コミュ障ばっかりなんだよね、俺のリスナーさん。コミュ障もそうだし、あ、今起きたんだ。寝れなくて和藤さんの YouTube BGM に掃除してた。この時間掃除する女子は、あれでしょう、末期でしょう。なるほどね。まあでもみんな幸せになってほしいですね、本当に。いい人を見つけて。素敵なね、男性を見つけてください。でも、昨日のね、昨日か一昨日か、鮫島さんかっこよかったね。あの、幸せになるっていうことは金とか地位とか名誉とか権力じゃないかんな、つって。二人が楽しいと思えるんだったら、それが幸せなんだよって言ってたよね。彼氏作んなよ。なんかさ、最近さ、こう恋愛に臆病な人が多すぎるんだって。なんでこんな恋愛したくない人が多いの？鮫島さんかっこいいよね。私は子供が幸せになることが私の幸せだから彼氏はいらない。あ、そう。お母さんだね。女の人すごいよね。少女から女になって、女から妻になって、妻から母親になれるからね。ポケモンかよって感じだよね。進化するからね。男はね、ずっと男の子だからね。いくつになっても、どうしようもなくて。夢ばっかり追いかけて。女の人ってさ、こう生まれた瞬間にホルモンが変わって母親になれるんだよ。でも、男の人って、やっぱその子供が生まれても痛みを伴わないから、お父さんになるのって訓練が必要なんだよ。お父さんになるのって自分で気づかないとなれないの。だから女の人ってすごいなって本当思うよね。その DNA の中に母親になるプログラムが入ってるんだよ。同じくだ。っていうかさ、なんでさ、俺のリスナーの女子はさ、一癖二癖あるよね、ほんと。俺よく言うの、若い女の子が、和藤さんかっこいいとか言って、いや、お前は俺のかっこよさ分かってないと。小娘がと。和藤のこと本当にかっこいいと思う女性は、コブ二つついてからだと、うん。出産という痛みと、あと罰もつけとけと。離婚と出産を経て初めてワドかっこいいっていう資格があるからっていう、それ以外言わせねえから。そうだね、リスナーと配信者は似るって言うもんね。本当に一癖二癖どころじゃないですよ、本当癖だらけですよ。でもね、俺が
その配信でかっこいいと思う人、やっぱりうなちゃんマンなんだけど、うなちゃんマンのどういうところがかっこいいかっていうと、俺的にはやっぱりあれなんですよ。やっぱり風天の虎っていうね。あ、姉ちゃんいらっしゃい。姉ちゃん、このアカウントフォローしてなくね？フォロー外したの？姉ちゃん久しぶり。フォローしなさいよ。あなた和道リスナーでしょうが。何やってんの？そうそう。罰がついて、コブがついて、で、DV とかされてたりとか、虐待とかされてないと、和道の良さわかんないから。あのね、まあ話戻すんだけど、やっぱ、その、風天の虎がかっこいいと思うんだよね。そうだね、婚約破棄はいいね。外してない？大丈夫。最近来ないじゃん。忙しいの？エセアカンところ行っちゃっててまた。ダメだよ、若い男に浮気したら、イケメンに。どうなんだろうね。やっぱりさ、その、なんだろう。かっこよさって俺は哀愁だと思ってるんだよね。サムネイルいいと思う、N。うん、それセンスあると思った。エイトの配信は、東京の夜は明るいということを知った配信だった。え？エイトくんって東京の人じゃないんだ。うん。私はめっちゃ癖ある。正直言うと罰はなし。未婚のまま。癖ありすぎだわ。余計癖あるわ。いや、いいよ、いいよ。あのね、いいの。そういう時代なんだよ。要は、もうね、もう、ほんと、終身雇用制度。恋愛における、終身雇用制度終わったの。うん。こんばんは、寒いね。いらっしゃい。すごいよな。今、この、アクティブ10人いる、リスナー全員見て、もう、漏れなくババア。漏れなく癖のある、売れ残ったババア。捨てられたババア。この放送ババアババアババア闇が深いわ。まあ楽しいけどね。年上のババア。いやババアでしょ。ババアしかいないからこの放送は。いやーありがたいですよ、うん、ババアババアに支えられてる。ババアだろ、うん、ババアババアババアですよ。いいよね、うん、一足先にね、私の方は幸せにならせていただいてますので、はい、ここは駆け込み寺。あ、でもね、俺本当に思うんだけど、駆け込み寺は必要だと思ってる。ネットの世界にも、まあ、結局ね、メンヘラなんて昔いなかったっていうのは駆け込み寺があったんだよ。お坊さんが困った人助けてたんだよ。悩み相談聞いてたんだよ。かくまってあげてたんだよ。でもね、どん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 そういう場所がなくなってるの。だから、人生ってさ、こう、うまくいかない時あるんですよ。人生うまくいかないこといっぱいあるの。仕事でも恋愛でも人間関係でも、親子関係でも何でもあるの。でも、そんな時に、まあ、正直言うとさ、なかなかハードな人生歩んでると思ってんの、自分で。なかなか自分で選んだ道だけど、ハードだと思ってんの。みーちゃんあるよね？コメントありがとう。そう。だから、こんな俺でも生きてけるんだから大丈夫だよっていうのを、配信で少しでも伝えたいの。100人見てたら、1人の人が気づいてくれればそれでいいと思ってんの。99人はこいつバカだなって笑ってくれて、1人だけ、あ、生きてこうって思ってくれたら俺はそれでいいと思ってる。うん。一人の人生を変えるのってすごい大変なんだよ。うん。でもね、やっぱ同じ境遇に生まれた人とか、同じ環境とかね、に生まれた人は俺は仲間だと思ってるから。なんかそういうね、一人誰か救えたらいいなとは思うよね。19歳の美穂ちゃんは。うん。それは思う。猫さんこんばんは。楽しんでて。うん、本当にね、人生はいろいろあるから。そうだよ、うん。自分のことを幸せにして満たすのがまず一番の目的ね。人生は。だけど、その自分から、器から溢れた幸せが、誰か一人でも幸せにすることができたら、
大成功ですよ、うん、それができたら世界中幸せになるんだから、うん、みんながみんな自分のことを幸せにすることができて、その溢れた分ってあるじゃん、幸せになりすぎて溢れた分を誰かに配れたら世界が本当に幸せになるんだよ。マドウさんと出会えてなかったら今頃イケボ配信者に貢いでると思う。お前俺にそんな貢いでないだろ、ふざけんなよ。お前そういうこと言うんだったらよ、俺にさ花火100発ぐらい言ってから言え、バカ野郎。全然貢いでねえよ、足りねえよバカ。何偉そうに言ってんだよ。足りねえよ。そんな貢いでるに入らないわ。ちょっと待って、彩香がどれくらい貢いでるかちょっとチェックするわ。彩香がどれくらい貢いでるかチェックするわ。ホスト相手にしてくんないよ、そんな金額じゃ。ホストはそんな金額じゃ相手にしてくれないよ。ちょっと待ってね、彩香どれくらい貢いでるかな、確認します。おい彩香、お前1878円しか貢いでねえぞ今月。1800円でお前何が貢いでるのボケ。お前あとお前あとお前122円貢いでから言え、せめて2000円から言え、うん、バレた、データ残ってんだよこっちには、うん、2000円からだよ発言権があるのは、うん、そうでしょ、うん、もう200円ぐらい欲しいわ。じゃああれだな、もう200円、もう200円今月のうちに、貢いでくれたら、そうだなっていう。1800円貢いでる。多分ね、1800円なんか細かいアイテムがね、俺のところに入ってきてる。うん、ありがとう、彩香。大事なお金だよ。2日分の食費、リアル。リアルだな、切り詰めてるな、うん、切り詰めてるね。いや、ありがたいよ、本当に。本当にありがたい。コンドーム2箱買えるからね、1800円で。いや、でもね、本当ね、ありがたいっすよ、ふわっち。初見さんいらっしゃい。リンコさん、ワードです。面白かったらフォローして。よろしく。まったり枠でもいいよね、なんかね。ラジオ配信でまったり新しいな、うん、なんか寝る前にやろうかな、寝る前に一枠やろうかな。楽しいラジオ、こういうのもありだよね、うん、夜中にやりたいな。でもまったりいいね、まったりいいね。夜中にやりたい、その夜中かく、サブアカでやりたい。わかるっしょ。サブアカで、カッソカソで、すごいマイナーな配信をやりたい。あのね、正直ね、ここまで人来ると思わなかったの。再ブレイクするなんて思わなかったから、結構、その100人、200人集めるのって相当ハードル高いのわかってるから、カソはカソでいいんだよ。いいの。本当に。声ありがとう。やりやすいんだよ。やっぱ過疎の期間長かったから、やっぱね、見る人が多くなると、発言選ぶようになるの。うん。みんなをね、こう、みんなの顔色を伺うようになるわけよ。でもさ、人数が少ないと、コアな配信ができるのよ。なんかこう、喋りやすいっていうか、本音っぽくなってくるんだよね。それがいいよね、なんかね、うん、それがすごい楽しいかな。まあでも配信の世界なんてさ、人気商売だからさ、本当にいつかそるかわかんないからね。尻尾の音はね、軽い音なんだよね、やっぱ。うん。
尻尾の音も好きだよ。これはね、カルティエのライターがすごい好き。カルティエのライターがね、いやらしくない音するんだよ。そうだね、睡眠導入剤的な放送やりたかったから。声優みたい。いやー、俺はね、自分の声ね、すごいコンプレックスなんだよね。あ、これはライターの音。今のは実報のライターの音だね。なんか滑舌が悪いのと、あと高音域の音が出るんだよ。すごい高い音だから、自分の声が。だからね、声はね、あんまり好きじゃない。自分の声は。いい声してるっていうか、多分使ってる機材がいいから、声の拾いがいいんだと思う。多分それだけだよ。あとね、これね、女の人騙されたらダメだけど、ね、男の人の低い声に女の人って、なんつうんだろう。こう、グッとくる人が多いんだよ。だから高い声の人よりも、実は、低い声の方が、モテるんですよ。だからイケボ配信者って言われてる人は、漏れなく声が低いんだよ。こう、こもった声っていうの。そういうのがね、癒されるんですよ。だから、実はね、見た目が面白い人の方が売れると思ってるかもしれないけど、雑談系はね、声にね、特徴ある人の方が売れる。そうなんですよ。そうそうそう、声低い方が女の人は安心するようにできてんの。いやいやいや、俺はあんまいい声してない。だからね、俺も結構女性の声とか、そのタイプの声とかあるんだよね。お、サータンだ。どうも先生。また綺麗になってましたね。見ましたよ。あれじゃないですか。あれは成功じゃないですか。あれは成功だと思いますよ。綺麗にまたなられて。プロですね。いらっしゃい。いや、面白かったっすよ。先生の放送は。優しいかな、どうだろう。のんたんの声可愛いんだよ。可愛いんだよ、本当に。なんとも言えない声なんだよね。のんたん可愛い。俺もね、俺、声で人のこと好きになる人だから、好きになる人って声がいいんだよ。のんたんの声は抜群にいいんだよね。彼女の声好きだわ。可愛い子供みたいなんだよ、本当に。なんかね、この公衆のサータンっていう先生は、その夜の世界で、働いてる綺麗な女性なんだけど、すごいのよ。もう、フェラチオの話とかがすごい面白くて、女性リスナーさん、皆さんサータン登録しといた方がいいっすよ。男性喜ばせるテクニックいっぱい教えてくれるから。今日大食い選手権になるため、デブになります。あ、そうなの？髪型似合ってた。私、ババアの声だから。いや、ババアの声とかそういうんじゃないんだよ。いや、ババアの声でもいいんだけど、世の中にはね、2種類の人間がいるの。いい声をしたババアと、悪い声をしたババア。だから、ババア、みんなババアだから。俺にとっては。若い子も、おばあさんも、みんなババアだから。このエコー、あれっすよ。1万ね、5000円ぐらいでヤマハで売ってるやつなんで。結構良くなりますよ。機材1万5、6000円で買えるんで、楽器屋さんとかね、で売ってる。ヤマハの AG03 っていうやつですね。まあだからみんなババアだから、俺にとっては。いつババアになるかだよ。35はババアだね。ババアですよ。おい、おい、サータンよ。なんだよ。
あーんって言いてえのかよ。バカだね。私めっちゃ声高い。ハスキーになりたいと思う。あ、わかるわ。ハスキーの声いいよね。ハスキーの声はすげえいいよね。かわいいババア。そう。だから森高千里さんを目指してほしいの。かわいいババアはいっぱいいるから。日本人はかわいいババアになれるチャンスがあるんだよ。うん。かわいいババアになれるチャンスはゴロゴロ転がってるから。日本人はかわいいババアになれる結構あるんだよ。そう。ババアにはなっても可愛いババアになってほしいよね。ぶっちゃけた話、女の人の旬な年齢って俺、最高に若くても27から42歳ぐらいまで、女が一番その輝いてるのってこの辺だと思うもん。ダメ？森高さんは。やっぱね、いいですよ。俺女に生まれたかったもん。買って買って。AG03。ヤマハ AG03。足立由美綺麗だよね。わかるわ。むしろね、最近ぐっと可愛くなってんの。そう。色気が出てんの。なんかね、病的な、なんて言うんだろうな。なんかね、薄命っていうの。美人薄命とか言うじゃん。よく、なんか命が薄そうっていうかさ。なんか病気っぽいっていうかさ。なんかね、そういう綺麗さを身にまとってきた。足立由美綺麗だよね、今ね。可愛いっていうか綺麗になったよね。離婚してから。輝いてるよね。わかるわ、足立由美。あ、でね、俺ね、わかった。彼女が誰に似てるかわかったの。ツイッターにインスタグラムの写真載せたじゃん。彼女の髪切った写真載せて、前から思ってたんだけど、なんだっけな。継続の女の人ってなんだっけ？継続の女の人。水谷美紀じゃなくてなんだっけな。中谷美紀だっけ。あれちょっと入ってないのんた。継続っていうドラマに出てた女の人なんだけど、中谷美紀。要は、なんか目がギョロッとしてて、なんか美人なんだけど、美形なんだけど、性的な美形、そのエッチな美形じゃなくて、なんつうんだろう、わかるでしょ。うん。それに似てる、すごい。中谷美紀、そうそうそう。どうしようかな。もう30分行くか迷ってるわ。なんとなくわかるよね。うん。ちょっと入ってるんだ。うん。あとね、草間弥生がちょっと入ってるんだ。草間弥生とか、小野洋子の匂いがするんだよね。うん。わかる？草間弥生とかね、小野洋子とか、なんか芸術家の、なんかぶっ飛んだ芸術家の匂いがするの。いや、瞬きしないんだよね。すごい、じーって人のこと見んの。うん。いや、メンヘラ特有。まあ、言っちゃえばメンヘラ特有のね、綺麗な目でね、じーっと人を見る癖がある。綺麗な目をする。どうしようか。もう30分行こうか迷ってるな。どうしようかな。小野洋子感あるよね、ちょっとね。でも、ほら、俺、まあ、言っちゃえばジョン・レノン超える男だから、彼女が小野洋子ぐらいじゃないと困るんだよね、うん。どうしようか。みんなどんな気分？あと1分。どうしようかな。行こうかな。どうする？寝る？やめとく？どうしようかな。風船プレゼントありがとう。延長行こうか。30分。もう一回やろうか。30分延長します。行きましょう、うん。いえいえ、とんでもない。バカプレゼントありがとう。風船ありがとう。でもね、思った。普通さ、恋愛って、いろんな人と付き合ってきたけど、なんか、好きは好きなんだよ。好きは好きなんだけど、この人じゃない感ってなかった。別れた人。要は、この人好きなんだけど、なんて言うんだろう、この人じゃない感って絶対、ない、あるでしょ。で、そういう人とは漏れなく別れるんだよ。あ、
花火ありがとうございます。あ、花火あざす。ありがとう。あのさ、でもね、これ不思議なんだけど、遺伝子なのかわかんない。あ、俺ね、ちなみに言うと、これ配信で彼女できる前から言ってたんだけど、あのね、あの初めて会った時に匂いでセックスするかどうかをわかるの。だからフェロモンで、要はね、あの一目惚れってあるんだよ。で、この人は俺のこと好きっていうフェロモンがあるの。だから俺、あ、こいつとパコれるとかパコるっていうのはわかる、昔から。これ中学生の時からで、一発も外したことない。で、それとは別の話なのよ。それとは別の話。そうじゃなくて、付き合っててさ、あ、この人違うなっていうのがあるじゃん、好きだけど。だけどね、ノンタンにはね、それがないの。本当に。あ、本当に、下手したら、運命の人なのかなっていう感じがするの。っていうのも、理想の女性、あ、これあるんですよ。これ本当だから。あのね、パコる人わかるの、俺。パコる人っていうか、正確に言うね。正確に言うと、俺に惚れてる女がわかるの。それは匂いでわかるの、俺。女の匂いで、あ、こいつ俺のこと今好きだなっていう匂いがあるの。うん。わかる、俺は。だから初対面で大体、あ、こいつパコるなっていうのはわかる。これね、不思議なんだけど、これ中学1年生の時にはどう表現してたかっていうと、結婚する人がわかるって言ってたの。セックスを知らなかったから。なんとなく、あ、セックスじゃない、結婚する人がわかるんだっていうことを、小6とか、中1とかでもうわかってたの。うん。だけど、あ、違うんだって。これは、パコる匂いなんだっていう。あのね、なんとも言えないんだよ。フェロモンだと思うんだけど、匂いなん、なんて言えばいいんだろうね。女の人しか出ない匂いなんだよ。うん。女の人しか、ね、出ない匂い。なんとも言えないんだけどね。いい匂いだよ。俺は女の匂いって言ってる。女の匂い。そうそう。で、まあ話が変わるんだけど、イカ臭い話聞きたいの？この流れでイカ臭い話に持ってこうとしてんの？今日は諦めようよ。確実に、もう振りの30分から、イカ臭いに、ちょっと待ってよ。もう完全にロマンティックな話でしょ？なんでさ、30分の振りでロマンティックな話をこう蓄積されていったの、させていったのに、積み上げていった俺のメンヘルな世界、メルヘンだわ、メンヘルじゃねえよ、メンヘラみたいに言うな、メルヘンな世界、このロマンチックな世界観を作ってきたのに、なんでイカ臭い話に持ってこっつんだよ、うん、おかしいでしょ。時に邪魔な能力でもあるよね、それ。いや、俺ね、正直言うとね、俺マジな話、どんなブスでも、本当に顔とか容姿とかで選ばなくて、抱いてって言われて断ったこと一回もないの。っていうのも、ま、ぶっちゃけた話、デブでも、すごいブスでも、抱いてって言われたら断らないの、俺。彼女いるのは別だよ。彼女フリーの時は基本的に抱くの。っていうのも、面白いじゃん。その、面白くないですか？うん。基本的に僕は抱きますね。どんな人でも。うん。アワビ命。すっごい、すっごいパンチの効いたコメントすんな。大きくやるじゃん。お前ね、そんなね、なんか一松人形みたいなね、そんなつまらないキャラクター捨てな。コメント力あるんだから。アワビ命かって、このキャラを捨てて、その面白コメントをしてしまった、ね。コメント職人の差が出てるから。そんなね、キャラに振り回されたらダメよ。うん。お前はね、面白いコメント打てる。ちゃんとツッコミができるんだから。アワビ命かって、もうキャラ完全に捨てたじゃん。30分間で蓄積させていってスルーされ続けた、おきくキャラを崩してでもお前は面白いよ。おきく今すぐやめろ。来るもの拒まないっていうか、これは俺のポリシーなんだけど、
男に断る権利なんかないの。あのね、セックスをしたいって女が言ってきて、それを断るっていうのは男としてまずないんだよ。俺の考えなんだけど、これは彼女がいたら別、それは別だけど、フリーで俺に惚れた女がいて、俺に抱かれたい女がいて、断る理由どこにあるの？要は結局その顔がどうとか何々がどうとかっていうのは結局その人を選んでるわけじゃん、自分で。違うんだよ、俺からしたら。女から来たら断らないよ、俺。断りません。ていうか、俺からちょっかい出すことほとんどないです。俺言わせるタイプだから。スウェーデンなんとやらわかんねえな。恥ずかしくてできなかった、若い時。いや、あれだよ、その抱いてっていうのは比喩表現であって、そんなストレートじゃないよ。要はいろんな抱いてがあるから、世の中には。世の中にはね、あのパンをこねて、パンをこねて、パンの真ん中にウインナーを刺すことによってセックスアピールをする部族とか、交際の申し込みはだから別よ。セックスと俺交際は別だと思ってるから。セックス濡れてきたの、大きく大きくも、大きくもキャラ崩壊してんじゃん、お前。もういいよ、濡れてこいよ、濡れてこ。あのね、あの彼氏彼女の事情っていうのがあるんだけど、アニメですごい素敵なの。彼氏彼女の事情っていうのがすごい良くて、あのね、彼氏彼女の事情を知ってる人、漫画とかアニメになってるんだけど、知ってる人は手挙げ、知らない人は手下げで。ちょっとね、これね、俺理想の恋愛なの、めっちゃ好きなの。スウェーデン食わぬ男の話。あー、まあそういう感覚に近いかもしんないな、知らない。あのね、まずユキノっていう女の子がいるんだよ。ユキノっていう女の子は超見えっ張りで俗っぽい女の子なの。超俗っぽい女の子なんだけど、スーパー見え張りで、見えを張り続けて、顔も可愛いし、スポーツ万能で、クラス学年トップの成績みたいな。で、超優秀な学校に行くの。だからもう超嫌な女なの。本当は俗っぽくて、だらしない女なんだけど、学校の前ではもう超綺麗に見えて、後輩に尊敬されて、先輩にも尊敬されて、学年トップでっていう作ったキャラクターなの、それを。で、有馬くんっていう本物の天才と出会って、有馬のことをライバル視して、すっごい成績で負けるんですよ、学年で。同級生なんだけど、同じクラスメイトで。で、有馬は超イケメンで本物だっていうことに気づくの。本当に努力してるし、本当に見栄で言ってないし、本当にいいやつで、挫折を初めて高一で味わうのよ。クラスメイト、有馬くんに。で、ある日、有馬くん、そのイケメンの有馬くんが、その、ユキノに対して、覚えておいて。僕、君のこと好きだから。って言って、去ってくの。まずそれもかっこいいじゃん。その告白の仕方が付き合ってくださいじゃないの。すごいかっこいい告白なのよ。僕はあなたのことが好きです。覚えておいてね。って言って、去ってくの。かっこいいじゃん。で、普通の恋愛の展開だとどうなるかって言ったらさ、どうなるかって言ったら、普通さ、あ、恋が始まるっていう展開のさす方をアニメするじゃん。ユキノは違うの。勝ったって言って誇るの。あいつ俺に惚れてるわ。私に惚れてるわ。勝ったわ。もう私の思うままだわーつって、もう超ひねくれてんの。ありまめーつって、女の武器で勝ったわーつって。だけど、どんどん、その、仲良くなってくの。それをきっかけに。で、その、彼女のズボラなところがどんどんバレていくの。で、次第に数ヶ月経っていくと、彼女は、有馬のことが好きだっていうことに気づくのよ。でも、有馬とはもう友達になっちゃってるの。自分の、その、ダメな自分、コンプレックスの自分の方も弱みを握られてる状態なのよ。で、好きだっていうことが言えないの、ずーっと。もう彼女がどんどん好きになっていくの、どんどん。で、それが何ヶ月も続いた後に、その、学級委員長みたいな、副委員長と
あの委員長みたいな立場なのね、二人は。で、彼女がその学年のその学級委員長が集まってる会議の最中に真っ赤な顔しながらそーっと隣に座ってる有馬くんの手を握るの。すごい良くない？真っ赤な顔しながらずーっと耐えててそーっと手を握って、手を握られた有馬くんが顔がポーって赤くなってくの。で、二人で真っ赤な顔して会議出てるんだけど、手は繋がれてるっていう絵の構図なの。で、その有馬と雪乃がこう手を繋いでるところに文字で出てくるの。この日、彼氏彼女になりました。すごい良くない？要はセックスってそういうことなんだよっていう話よ。要は言葉じゃないんだよって。そう、すごいいいの。その付き合い方がすごい好きなの俺。そう、なんかその日彼氏彼女になりましたっていうのがわかるわーと思って、すごいいいわーと思って。だからその付き合い方も人との出会い方も、要は人のセックスを笑うのだよね。そう、いろんなセックスがあるし、いろんな恋愛があるの。だから人と比べるもんじゃないのよ。それぞれにそれぞれの素敵があるわけよ。それこそ101回目のプロポーズみたいなのもあるわけだし。要はね、心がいつ動いたのって、二人の心がいつ動いたのって話だから、恋愛は。立ち読みじゃないけどなんでそんな立ち読み、いやなんでそんな立ち読みだろうって言われないといけないのいや別に、ちょっと待って、いやいや、立ち読みでもよくね腹立つわ立ち読みだとしてもいいだろう、別に。立ち読みの何が悪いんだよ。なんだよ、パンツ履き替えてんの？大洪水かよ。いやー、笑うでしょ。こんなさ、闇金牛島くんみたいなやつがさ、少女漫画のコーナーでさ、赤い革ジャンで赤いランドセル背負ってさ、彼氏彼女の事情を立ち読みしてるんだよ。爆笑でしょ。すっげー面白いじゃん、それ。すっげーシュールだよね。うわ、和道だって。少女漫画コーナーいるわ。あれは良かったな。理想のなんか彼氏彼女だよな。でもね、有馬くんと雪乃はね、最後結ばれないの。それがまたいいんだよ。結ばれないんですよ。ねえ、それ違うんだよ。笑いって松本人志も言ってるんだけど、本人が言った方が面白い笑いと周りの人が言った方が面白い笑いってあんの。だから自分のエピソードで面白い話があるんだけど、自分が言ったらつまらない話ってあるんだよ。あの、周りの人が喋った方が面白い話ってあるの。そう。で、今の立ち読みコーナーの話っていうのは、俺が話したら面白くないんだよ、やっぱり。それは、なんか、俺の知り合いの生主が、いや、和道がこの前さ、ってもう笑うよ、これって言った方が面白いの。うん。だから芸人さんってその辺が通過で分かってるから、阿吽の呼吸でそれをやり取りするじゃん。要はこの話はお前頼んだぞみたいな。でもね、配信者はプライドの塊だから、なかなかそれができないんだよね。あのね、やっぱテクニック持ってる人じゃないダメよ。逆に言ったら、俺は香川さんすげえ面白いと思ったのはそこなのよ。要は緑さんが浮気しましたと、不倫しました、でもこれを緑さんが言ったら絶対面白くないのよ。ただの炎上なの。これをメルさんっていう人と香川さんっていう人で回したでしょ。で、問い詰めるっていう構造を作ったでしょ。だからあの三人の配信は面白かったのよ。緑さんの配信を主役に立てていじり役にして、いや、あれは神がかってたね。本来ね、だから配信の神回って言われるものはチームプレイなんだよ。一人じゃ面白いことはできない。
一人でね、ボケツッコミやってもダメなんですよ。ボケツッコミいじりっていうのは役割分担なんだよね。S さん、バーガープレゼントありがとう。前回買ったいいよね、彼氏彼女事情。うん。有馬くんかっこいいんだよ、不器用で。ゆきのかわいいしね。で、その、のんたんとお付き合いしてるんだけど、本当に、子供の頃から理想の女性像ってあるわけじゃん。理想の女性像なんですよ、本当に。本当に。こんなことあるっていうぐらい、その、付き合っていくこと、彼女のことを知っていく、につれて、本当に、俺前世とか信じてないけど、俺この人と前世で、その恋愛してたんじゃないかなっていうぐらい思うの。そんなこと、俺前世本当に信じてないの。だけど、この人と前知ってるとしか思えないって、この人のこと前に好きだったんじゃないのっていうぐらい好きなの。本当に。嫌いなところが一つもないの。不思議だよ。俺だから本当の本音で結婚してもいいなと思ったのはこの人だけだね。本当に本音ね、それは。この人のそばにずっと一緒にいたいなって思う。できることならね。それはわからないけどね。いろんな出会いがあるだろうし、まあ、彼女が他に好きな人ができるかもしれないし、なんだろう、自分のことを嫌いになるかもしれないし、それは分かってるから、それは大人だから、言わないよ。彼女にそういう意地悪なことは言わないけど、そういうもんなんですよ。だってそうじゃん。だってこの人と一生いたいって思って結婚するわけだから。で、神様の前で約束して、神様の前でずっと一緒にいますって。で、三組に一組は嘘つくわけだから。あ、知らねえよっつって。あ、離婚だこの野郎っつって。三組に一組は神様の誓い破るわけだからね。だからそういうもんですから。そうだね。今の気持ちを大事にしないとね。いや、出会い大事だよ。本当に。出会いは人生変えるから。本当だよ。出会い、本当の出会いっていうのは人生を根本から変えるんだよ。ああいいね。続けていってください。そう、結婚はゴールじゃなくて始まりだからね。一緒にお墓に入ってください。そう、結婚なんか全然めでたくないんだよ。ただのスタートだから。嫌なところ一つもなかった男が16年後にはいいところを見つけるのに時間かかるようになりました。俺それ掘り下げたいんだよな。いや、姉ちゃんって面白くて、あのニコ生で出会った時、あのその大好きな旦那と離婚したっていうところが俺のリスナーの始まりだったの。姉ちゃんはもう、ね、要は和道リスナーなわけよ。バツイチで、もうの、飲み上手な、ナイスなお姉ちゃんだったの、姉ちゃんは。だけど、なんか、半年ぐらいしたら、ああ、再婚しましたっつって、ああ、別の人、いい人見つけたんだと思って嬉しくて、姉ちゃんおめでとうって言って、いや、よかったねって、姉ちゃんすごい好きだから、本当に、姉ちゃんおめでとう再婚したんだっつったら、元旦那と再婚しましたっつって、すげえなーと思って。いや、そういう生き方もあるんだなと思ったら。で、おめでとうって言ってたんだけど、またしばらく経ったら、なんか、上野のキャバ嬢になんか貢いでるらしいよね、今。上野のキャバ嬢に。あ、でもね、姉ちゃんね。あ、これね、すごく大事なことだから言うけど、あのね、姉ちゃん、旦那さんの好きなところ、10個言える？みんな考えて。好きな人のことを考えて。好きな人のことを10個すぐに言える？言える人は手を挙げて。言えない人は手を下げて。
好きなところ10個すぐ言える人は手を挙げて、で嫌いな人言えないなって、好きなところ10個出てこないなっていう人は手を避けて、いやいや手を挙げて、いやで手を挙げるか手を避けないとこの話続かねえから、誰か手を挙げろや、手を挙げて、お願いお願いだから手を挙げてくんない、あまあまあありがとう、付き合ってくれてありがとう、まあまあいいよ。で話続けると、じゃあね、面白いんだけど、好きな人のもうエコー切るわ、エコー切る、あーもういい、めんどくさい、過去とか現在とかもうめんどくさいわ。嫌いなところを姉ちゃんに聞くね。旦那さんの嫌いなところってすぐ出てこない？嫌いなところ10個言ってみてって言ったらすぐ出てくる、出てくるか出てこないかでいい。好きなところはまあみんなこういう反応だったけど、あの嫌いなところは出てきますか皆さんは、うん、嫌いなところは出てくるっていう人、うん、いやだから答えて、出る出て出るねレスポンスが遅い、出てくる、もし嫌いなところがポンポン出てくるっていうのは、それは実はすごいことなんだよ。あのね、好きなところなんて言えるのは当たり前なの、好きなことがポンポン出てくるのは当たり前なの、それは好きなところしか見えてない時期なの。でも好きな人の嫌なところがいっぱい出てくる、すぐ出てくるっていうところはどうしていいのかっていうと、そんなに嫌いなところがいっぱいあるのに一緒にいるんだよっていうことの、でしょ、その人との歴史なんだよ。それ人間だからいいとこも悪いところもあるの、悪いところが見えてるのにその人と一緒にいるんだよ。それはその悪いところを見れる数が多ければ多いほど、だって親子ってそうでしょ、うん、親子ってそうじゃん、親の悪いところ、子供の悪いところ知ってるじゃん、でしょ、うん、それでも切れない縁なんだよ。そうだから、家族になるような人っていうのは、嫌いなところがいっぱいいるけど離れられない人なんだよ。まあ俺のんたんの嫌いなとこ今んとこ一個もないけどね、うん、でも自分で言ったけど多分それ間違ってると思うわ俺のんたんの嫌いなとこ一個もないもんふふ、不幸になーれ、よし、魔法かけといたから、みんなにみんなに魔法かけたから、今恋愛うまくいかない魔法かけといたから、この呪いを解いてほしい人は、今月中に花火100発打ってください。魔法解除しますんで、うん、今聞いた30人全員不幸になるから、恋愛で不幸になるからあ、バリアしたんだ、マジかよ、バリア使えるのか、お前らやるな。え、でもさ、いい男の条件って何なの？みんなは。金？性格？それとも、なんだろう。顔？うん。みんなは、その、いい男の条件どこ？ぶっちゃけ。金？収入？仕事？何を一番見る？女性は。女性は、その、どういうところに惹かれるの？どういうところが好きになるの？男の人。逆に教えて、うん。俺も勉強したいから。教えて。みんなどういう男の人？目標があって生き生きしてるところ。優しさ、収入。金、性格。子供いたら。うん、金、性格。ちょっと待って。子供、ちょっと
ちょっと待って、子供いてさ、バツイチのさ、やつがさ、うん、男って金だねってさ、いい男とかさ、優秀なさ、収入持ってる男がさ、金持ってる男がさ、こぶつきのさ、こぶつきの女にさ、金だねっつってさ、こぶついてない女選ぶだろ。お前らそういうとこだよ。お前らそういうとこだよ。ちょっと面白いね。性格、目つき、動物への接し方、食べ物への扱い方。あー、出るよね。食い方。すいません。まあでもそうだよね。生きていくためにはね、お金必要だからね。いや、大事よ。大事。性格、目つき、動物への接し方。あのね、子供と、動物。あとね、レストランとかタクシーとか、要は金持ってる人が、その、要は収入の低い人とかに対してどういう扱いをするのかっていうのが、俺はすごい見る。だから金持ってても、金持ってる人はいいんだけど、別にすごいこと、プラスポイントなんだけど、金持ってて成功してて、レジとかで金を払う時とか店員さんを雑に扱う人は、あ、この人いつか落ちるなってわかる。あ、この成功は一時のものだなって本当にわかる。本当に成功を続ける人、継続する人って、どんな人にも、礼儀正しい。店員さんにありがとうございます。俺、びっくりしたもん。俺ね、今日オリジン弁当でノンタンとオリジン買って、インド人に弁当をね、入れてくれた時に、ありがとうね、ありがとうございますって言って、インド人言わなかったの。お前、なんで俺ありがとうございますって言っておめえ言わねえんだよってちょっと思ったもん。俺結構言うのよ。やっぱ接客業長かったから、ありがとうございますって言って受け取って、インド人仕方したかんね。いやいやいや、いや、まあいいよと。別に見返り求めて言ったわけじゃないけど、でも、お前が言うのが普通だかんなって、本当に思った。腹立つとも違うんだけど、もやっとしたっていうか、もやっとしたね、ちょっとね。なんか照れてんの。ありがとうございますって言ったら、なんか照れ顔みたいなのされた。いやいや、照れる前に、お前なんだそのスマイルと思って。それはね、嫌味な感じじゃないの。なんかニコって笑われたの。なんか、ありがとうって言われちゃったぜ、みたいな顔されて。いやいや、そうじゃねえと。社交辞令だから。違うから。お前が言うんだよ、本当はって思って。ちょっと面白かったんだよ。なんだお前そのインド人お前の笑顔と思って。お前のスマイルでわかるでしょみたいな顔されてもわかんねえからな、つって。腹立つわ、インド人。店員にありがとうって言った時、こちらこそありが、あー素敵。あー素敵。キュンキュンする。いいね、そういうのいいね。こちらこそは、いいわ。嬉しい、ほっこりするよね。そう、そういうことが言える人がいいよ。19歳なのに処女だから恥ずかしい。その発想が恥ずかしいよ。みほちゃん。あのね、処女だからとか童貞だからとかくだらないよ。本気で好きになった人としなさい。それだけだよ。恥ずかしくないよ、別に。大丈夫。大丈夫。童貞が恥ずかしいとか、処女が恥ずかしいとかくだらないから。好きな人としなさい。行きつけのコンビニにいつもありがとうございますって言われる。あー、よく言ってくれ。職場のセブンイレブンのおばちゃんがよく言ってくれんの。恥ずかしいことないよ、全然。慌てることないよ。いい人がいたらその人にプレゼントしてあげればいいの。減るもんじゃないから。減らないから。逆にね、ね、なんで私この人としちゃったんだろうって、ここにいるババアみんな思ってるから。なんで私この人と初めてのセックスしたのかなって。俺も思ってるし、ここにいるね、先輩方はみんな思ってるから。あ、間違えたな、つって、じゃあ、みほちゃん、いい人と出会ってください。じゃあ、それじゃあ皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。Thank you.
あーやべえ、自動延長しちゃったわ。自動延長しちゃったわ。あーやっちゃった。あーやらかした。これ悪いシステム、ふわっちの。あ、ふわっちの悪いところ出たわ。あー、50円使っちゃったよ。いや、なんかへこむんだよね、この自動延長のシステム。へこむんだよ。50円使っちゃったよ。要はね、ボタンを押しとくと、チェック入れとくとね、勝手に延長されんの。え、これ延長？もう、まあ、10分ぐらいやろうか。もったいないから。いやいや、違うよ。ふわっちは自動延長っていう延長のシステムは配信者がお金払うんだよ。だから、仮想配信者は延長できないんだよ。知らなかったの？かっちゃん。仮想配信者って30分で枠切れるでしょ？ふわっちはシビアなんだよ。自分でお金払って、自動延長の枠買うか、リスナーさんが、応援してくれた風船とかのポイントを貯めて自動延長するの。そう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 。だから俺は、1ヶ月でね、だいたいね、リスナーさんからアイテムもらうじゃん。で、それをお金に換えないで、まず、もう5000円分とか1万円分延長ポイント買っておくの。要はリスナーさんがお金くれないと買えないのよ。1ヶ月1万円ぐらい使うよ俺。だから冷静に考えたらさ、18万8000円稼いだって言ってるけど、そのうちの8000円ぐらいはチケット代になってるの。配信ってお金かかるんだよ。うん、かかるかかる。だから、面白いと思ったら風船1個でもあげてねって。その1円がどれだけ嬉しいか。あのね、面白い配信とか、みんなはさ、タダで見てるわけじゃん。で、タダで見ることも応援なんだけど、頑張ってるなとか、あ、こいつ一生懸命だなとか、あ、ちょっと役に立ったなって。で、いい大人ですよ。僕らも。30超えた。あ、風船ありがとう。うん。いい大人だよ。で、風船1個なんかさ、ぶっちゃけた話、今の日本で、普通にバイトで働いててもさ、風船1個1円ですよ。ゆらさん、わどつ。風船1円ですよ。100円ですよ。100円ぐらいあるじゃん。いいパフォーマンスした人に100円あげるってすごい大事よ。うん、そいつ頑張るから。感謝するから。だから、実はね、配信者を育てるのはリスナーさんですよ。あ、こいつのことを応援したいなって思ったら、ちょっとでいいの。ああ、いいよいいよ。花火とか、でかい額っていうのは、俺は、本当に、いいことあったりでいいよって。パチンコ買ったよ、ワドとか。もう本当にボーナス出たよ、ワドとか。なんかちょっと、ま、いいことあったからちょっとやるよとかさ。だって見てる人、いろんな人がいるから、正直。貧乏、俺も貧乏だったし。もうほんと地獄見たし、ホームレスまで。で、稼いでた時期もありますよ。だから、その気持ちなんだよ、やっぱり。貧乏な人はさ、なんだろう、いろんな応援の仕方あるけど、別にお金かけなくてもいいの。だけど、お金に余裕があって、もう、成功してて仕事とかで。で、和道のこと好きだなとか、面白いなって思ったら、まあ、景気のいい時に、なんか気分であげてって言ってんの。そうじゃなくて、俺が今言ってるのは、あ、そうなんだ。俺が言ってるのは、他の仮想配信者にも、みんな育ててあげてねって。うん。俺はさ、おかげさまでさ、まあ、10万以上いただけるようになったんですよ。昨日も、リスナーさんが、まあ、5000人ぐらいのリスナーさんが見てくれて、その5000人のリスナーさんのおかげで、ふわっちから1万円をいただける立場になったわけですよ。ありがたいことに。うん。だから困ってはないですよ。正直、がっつり稼いではないけど、うん、なんとか食えていけるぐらいになったから、100円でも1円でもいいから、面白いと思ったら、プレゼントしてあげてくれると、こう、配信会全体が盛り上がるなと思ってるんで、いい子見つけたら、応援してあげて。うん。俺はやっぱりさ、配信者はみんなライバルだけど、あ、ありがとうございます、姉ちゃん。うん。ライバルが多くて、強いライバルがいないと俺困るんだよ。うん。正直言うと、俺はもっと上に行きたいし、もっと面白いことやりたいし、
配信の世界がもっと広がらないと、みんなが見るようになんないと、みんながふわっちが YouTube ぐらい有名にならないと困るんですよ、僕は。そのためにはもっと面白いやつ来てほしいの。もっと面白いやつが育ってほしいの。そういうやつらがいっぱいいた方が俺も頑張れるから。じゃん。だから配信会全体を盛り上げるための一個のパーツだから、俺らは。俺もそうだし、みんなもそうだし。だからみんなで頑張って盛り上げてこうよ。うん。大事よ。そう。うん。どうだろうね、ここ最近。ちょうどね、フォロワーの数が1004人だから、うん、1000人超えたっていうのは、でかいなって思うかな。うん。一個の目標、また一つ夢を失ったよね。また夢を叶えてしまったよね。小さな夢を。赤信号はチャンネルに戻っちゃったね、うん。まあ、サメさんは安定感あるよ。やっぱプロだから。面白いですよ。うん、エンターテイナーだからね。うん、まあまあ、レベル高いね。まあ、勉強させてもらってますよ。ほんと、媚び売ってるわけじゃなくて、大手だからとかじゃなくて。あのね、10年続けるってどんだけ大変か。俺、鮫島さんが食えるようになったのいつぐらいか全部知ってるから。俺はね、俺は運よく、ぶっちゃけた話、3年で食えるようになったんですよ。これって、鮫島さんから言わせると奇跡なの。鮫島さんはもっと長くて7年食えてなかったのよ。7年って倍だよ。俺の食えてない時期の。俺は運が良かったの。こういうふわっちとか、YouTube とかで稼げる時代だったから。鮫島さんの頃は、ちょっとでもリスナーさんから物をもらったら、こじきってフルボッコだったから。そうだよ。これ最近の流れだから、ステッカー売るとか。昔は叩かれたんだから。もう、なんかリスナーが物買った瞬間にアンチだよ。そうアンチ化してたんだよ。もう見ませんとか、もうずっと粘着しますとか。炎上ですよ。私が1ヶ月前のフォローで700キリ番取ったから、あ、そっかそっか、あやがキリ番だったね。1ヶ月で300人増えてるんだね、すごい。だいたい1ヶ月300のペースかな。今3ヶ月目だから、ふわっちをやって。うん、それくらいのペースだと思うね。1ヶ月300人の新しい、その、僕を支えてくれてる大切なリスナーさんが増えてますね。うん。ありがたいよね。何番目かな？ちょっとわかんないかな？かっちゃんどれくらいだろう？見てみようか。探してみようか。あ、そうそう。香川さん。そう、そういう時代があったのよ。昔。だから今ね、逆に実力があったら稼げる時代だけど、なかなかですよ。あ、ごめんね。出ないわ。かっちゃん出ない。何番目とか出ないわ。だいたいみんながね、みんな記憶してるんだと思う。私この辺で入ってきたなっていうの。いやー、まあ香川さんはそれこそ配信を仕事に変えるんだって言った初期の人、要はこじきって叩かれてる時に、あの、何って配信を仕事にしたら何が悪いんだって言ってた初期組なの。石川紀之とか香川さんはそこ突っ張ってたのよ。要はいや、配信で食っていけないと、夢与えないと後輩育たねえだろうって言って、俺はだから配信で食ってくんだよって。若い奴らに夢与えてくんだよって言い張ってた、あの二人は。まあ、だからそれ言ってた当時は叩かれましたよ。バカ言ってんじゃねえとか、夢見てんじゃねえって。でももう常識を変えた二人だよね。うん。あのね、これ覚えといた方がいいよ。あの、非常識に見えることって、実は非常識じゃないことっていっぱいあるの。これね。これ、すごい大切な言葉で、すごい人から教わったんだけど、ね、常識ってあるでしょ。まず常識、これって正しいことじゃないんですよ。当たり前のことなの。みんなが当たり前と思ってることは常識なので、今度非常識っていうのはこういう字を書くんですよ。非常識、要はモラルがないとか常識がないことを非常識っていうの。でも香川さんとか石川紀之とか他の配信者は非常識非常識って言われてたのね。違うんですよ。違うんだよ。彼らがやってたことは未常識なんですよ。非常識と未常識はすごく似てるの。似てるんだけど全然違うの。
まだ見ぬ常識なの。まだ達成されてない常識。新しく作られる常識にトライしてたの、彼らは。そう。だから、非常識なのか未常識なのかっていうのを見極める力が必要なの。うん。彼らがやってたのは未常識。俺も言われたよ。配信で食ってきたいって。バカじゃねえのって。非常識だよって。でも、俺の中では、未常識だと思ってたの。そういう時代が来ると思ってたし、絶対できると思ってたの。うん。そう。未常識が新しい常識を作っていくんだよ。うん、だから、それはすごい大変なことだけど、うん、そういうもんですよ。ね。初見さんいらっしゃい。楽しんでいってください。この未常識っていうのは、英語で何て言われるかっていうと、イノベーションって言われるやつですよ。うん、イノベーション。イノベーターってやつね。うん、新しい常識を作る人。うん、イノベーションってそういうことだから、うん。これからも配信楽しみにしてるね。当たり外れはあるからね。かっちゃん。当たり外れはあるから。うん、そう。そうそうそう。日本人はね、このイノベーションに対して、ね、ちょっと弱いんですよ。うん。だから、ホリエモンのことを非常識って言ったけど、ホリエモンって実は iPhone の構想をずーっと昔から言ってたんだよ。要はなんでソニーを買収するのってインタビューで聞かれてる時にこう言ったの。ソニーっていう会社は、音楽を聴いて、そのパソコンを作れる能力があると。で、パソコンはどんどん小型化していって、僕は、ウォークマンっていうものを、インターネットができるツールに変えるんだって言ってたの。だから、ソニーを買収するんだって言ってたの。でも、その当時は何言ってんのかみんなわかんなくて、インターネットも普及してなかったから、生意気な奴がわけのわかんないこと言って、インターネットとかも全然普及してなくて、で何言ってんだこいつみたいな。で、バカじゃねえの、金だけ持ちやがってって言って、叩いて潰したの。全力で大人たちが潰したんだけど、でも、アメリカで、できた、みんなが手に取ってるスマートフォンの原型っていうのは、iPhone だよね。要は、ホリエモンっていうのは iPhone 作ろうとしてたんだよ。ソニー初で。それを、もう15年前から言ってたの。うん。だから、日本っていうのが、どれだけ大きな目を潰したかわかるよね。うん。で、テレビ局買収っていうのは、今で言うアベマ TV のことなんだよ。うん。わかるでしょ？いかに未来が先に、15年前に彼が見てた未来がどこにあったのか。要は、彼は非常識だって叩かれてたけど、未常識な存在だったんだよね。うん。まあ今ではホラレモンって呼ばれてるけどね。今ではそんなすごかったおじさんもホラレモンですよ。だからそれくらい、その未来を見る力があったから彼は上場させることができたんだろうね。うん。すごい人ですよ。ライブドア。すごい会社だったんだよ。うん。配信の閲覧が伸びないんですけど、勉強しに来ました。今見てるかな？今コメントあえてスルーして何分か待ったんだけど、今見てなかったら、それは嘘だよね。今見てます？ゴリラさん。今見てる？見てたら手を挙げて。もし手を挙げなくて、どっかの配信に映ってたら、あなたが発言したのは今嘘。で、今見てたら本当だろうね。見てる？オッケー。あのね、配信の閲覧にとらわれてたらダメ。配信は。うん。見てる？もし、配信でお小遣い稼ぎたいとか、配信で食ってきたいと思う、本気で思ってるんならアドバイスできるよ。うん。やめとけって。絶対にやめとけって。うん。さっきも話してたんだけど、鮫島さんは7年かかってんの。食えていけるように。7年かかってんの。7年無休なの。うん。やめとけって本気だよ、これ。ほんとほんと。7年かかってんの。俺3年かかってんの。うん。
だから遊んでないのよ。俺も鮫島さんも石川紀之もね、横山みどりさんも今有名な人で稼いでる人、うなちゃんマンとか食えてるように見える、遊んでるように見えるぞ。多分ゴリラさんが、ゴリラさんが今どういう気持ちでやってるかわかんないの。多分、あ、俺にもできそう、俺そう思ったの最初。あ、こんなの素人芸じゃんって、俺の方が喋りうまいわ、一瞬で俺稼げるわって思ったの。3年かかったのそれが。しかもその3年間っていうのは毎日10時間以上配信して3年かかってるの、うん、みんなそれくらい本気なの。今日の俺のタイムシフト見てみて、1万円取るために何時間配信してるか見てみて、うん、はっきり言うよ、バイトやった方が儲かるよ、うん、やめとけですよ。それでも配信で食っていきたいんなら応援するよ。それでも配信で食っていきたいって言うんだったら俺は応援する、本気なら、うん。だけど今ふわっちでやってる大手よりも寝る間を惜しんでバイトでも何でもしてね、その間みんなが寝てる時間に何分配信できるかだから、まずはそこがスタートライン。まず根性の問題なの、うん、面白いことなんかできないから最初のうち。だって面白い人いっぱいいるもん。うん、うなちゃんマンより面白い喋りできる？できないでしょ。鮫島さんより体腫れる？腫れないよ。誰もうんこ食わないもん。でしょ？だったら、寝る間を惜しんで時間割けるって、みんな割かないんだよ。だから伸びないの。うん。だからリスナーさんに認められないの。だってさ、リスナーさんからしたら、ゴリラくんも、ワドーも同じ配信者なんだよ。でしょ？同じ配信者でしょ？ゴリラくんもワドーも。で、その時に100人俺に集まってる、まあ今で言ったら42人集まってるのと、ゴリラくんがアクティブどれくらいあるのかわかんないけど、ゴリラくんだったら42人でこう多い方に集まっちゃうんだよ。でしょ？悔しいけど、つまんないことやってても多く集まってる人の方がランキング上に出るの。でしょ？だけど寝る間を惜しんだりとか、大手が寝てる時間っていうのはその分チャンスなんだよ。うん。だから俺はこの時間枠開いてるんだよ。わかる？だから俺はこの時間枠開いてるの。どんなに夜中でも大手が寝てる時間だから。明日仕事休みだからできる時間なの今日は。本当は枠開きたいの。24時間枠やりたいの。誰にも負けたくないの。俺は配信で。自分の面白さとか自分の可能性信じてるから。羨ましいんだよ、闇将軍が。働いてなくて、ずーっと配信できるんだもん。俺は今できないんだよ、それが。配信やりたくてやりたくてしょうがないんだよ。リスワン取れるんだよ、あいつらは。悔しいよ。仕事中、昼休憩に何回ふわっちのサイトにアクセスするか。その時ランキング抜かれる時何回抜かれて悔しいと思うか。でしょ？やらないと。時間帯って問題じゃないの。配信のことどれだけ好きかなんだよ。俺配信好きっすねっていう人いっぱいいるの。でも俺の配信好きっていう言葉とね、ゴリラくんの配信好きっていうのは絶対に違うっていう自信がある。俺は間違いなく同じ言葉を言った時、ゴリラくんが、あ、俺配信好きっすよ、でも俺が配信好きっていうのは俺は絶対違うと思う。俺の方が重みある。それは鮫島さんも一緒。鮫島さんが俺配信好きだよっていうのと、俺が配信好きっすよって言ったら、鮫島さんの方が重いの。それ10年分重いんだよ、うん、頑張って、応援してるから、うん、頑張って、伝わるから。本気で配信好きだったらリスナーさんに伝わるから、うん、で、数にとらわれないで自分が枠開いてる時にどれだけ笑ってもらえるかだから、頑張って。うん。待ってるよ、ゴリラくん。わかんないけど、誰だか。待ってるからね、俺は。うん。見てる人に集中して、数じゃないから、一人でも二人でも見てもらったら、その見てる一人か二人に、見てる一人か二人が笑ってるかどうかだけ考えな。これ本当だから。その一人が大笑いしただけでその人の人生変わるんだよ。で、その人は一生フォローしてくれるから。
うん、頑張って。自分のファンを増やして。うん。俺ゴリラ好きだわって言わせたもん勝ちだから。少なくてもいいの。その、一人一人を大事にしてって。うん。俺は見たことないから、ゴリラくんをね。でもほら、美穂ちゃんはゴリラ頑張ってるからって言ってくれるわけでしょ。この美穂ちゃんをどれだけ大事にできるかよ。今美穂ちゃんはこう、ゴリラ頑張ってるからわらわらって言ってるでしょ。俺は見たことないの。うん。でもこの美穂ちゃんがゴリラ最近ダメだわって言ったらダメだから。数字じゃないから。うん。おのりのりさんいらっしゃい。うん。あのね、今日ね、やっぱり服はね、一緒に買いに行くことにした。今日ね、デート配信して新宿回ったんだけど、カメラ回ってないところで。で、ここの服買おうと思ってんだよねって見せてあげたら、のんたんがかっこいいって言って、和田さんこれかっこいいって言ったから、あ、じゃあ今度試着しに行こうって言って、うん、クリスマスの時買ってあげるからねって言って。うん。ねえ、やっぱりね、若手ね、ガッツあるやつがね、配信回すべきだよ。うん。あとはね、先輩に絶対負けねえっていう気持ちだよね。うん。ぶっちゃけ言うよ、ゴリラくん。偉そうにしてんのは、俺が閲覧多いからだから。ゴリラくんが、リスワン1位とかバンバン取るようになったら、俺ペコペコしだすから。そういう世界だよ。ゴリラくん。こういう世界だから。閲覧が全てだから。これね、難しいんだよ。閲覧じゃないよって言ってんのも本音だけど、閲覧が全ても本音なの。俺も、ね、若手の頃、うなちゃんマンにどれだけボロボロにされたか。生意気だよって。こいつ潰せよとか、おめえなんか見ねえよって。いろんな人に言われたんだよ。俺最初の時に何て呼ばれてたかって言ったら、売名の和道って言われてたの。売名の和道って言われてたの。あいつが来るのうざいよねって、みんなに。でも、数字が取れるようになると変わるんだよ。変わるの、本当に。扱いが。今でも、まあまあ頑張ってるねって、そこそこ人集めてるねぐらいなのよ。俺でも。うん。ああ、和のね、みたいな。うん。たまに面白いことやるよね。年一回ぐらい、みたいな。まあそこそこ集めてるよね。数字が伸びなくなったら、もうゴミだから。扱いは。うん。うん。そう。面白いから評価されるわけじゃないんだよ、美穂ちゃん。うん。面白かったら評価されるんだったらゴリラくんはとっくに評価されてるから。今ゴリラくんが欲しいのはそこじゃないんだよ。わかるよ気持ち。俺も通った道だから。なあゴリラ。ゴリラが今欲しいのは評価なんだよな。うん。悔しいよな。でもその悔しさは、すべては数字じゃないよ。その数字っていうのは積み重ねの、それに気づけるかどうか。結論を言うと数字なんだけれども、数字のためになんかやってるやつは闇将軍みたいになっちゃうから。炎上させたファンがいなくなっちゃうの。だから、ゴリラのこと好きだっていう人がどれだけ集まるかなんだよ。でしょ？今のミホちゃんみたいな人がどれだけ集まるかな。ゴリラ面白いよっていうファンを集めるか。うん。確かに YouTube ライブ時代とか FC2 やニコ生コムショー時代に人数いなくても何でも回し続けてたもん。そうだよ。うん。そう。とにかく手数だよ、最初は。いや、頑張ってほしいよね。うん。わかんないよ。将来のヒカキンみたいになるかもしれないよ、ゴリラくんが。ファンを増やすために忍耐とも違うんだよな。なんて言うんだろう。あのね、努力じゃダメなんだよ。努力じゃないんだよ。どんな世界でもそうなの。スポーツでも、勉強でもそうなんだけど、好きこそものの上手なれって言葉あるでしょ。好きなものってバカだから続けんのよ。そう。だから好きになってほしいの、配信を。その好きは伝わるの。ディズニーランドになんで人が集まるかって言ったら好きだからでしょ。理由はいらないんだよ、好きになるのに。だから、好かれること。うん。ファンを作ることなの、ゴリラくんの。ゴリラ好きだわーっつってゴリラ配信やってよって言われないとダメなの。そう。忍耐じゃない。うん。だから、今見てる人の前でどれだけ面白いことやれるかだよ。で、本当に面白かったら広まるから。本当に面白いことって我慢できないから。リスナーさんが、ね、今いるミホちゃんとかが、やべえよ、ワド、ゴリラ見たっていうぐらい、飛んでくるぐらい、情報が。昨日のゴリラの回超面白かったよって何人が言ってくるかじゃん。そしたら見に行くもん、俺。うん。でも、ゴリラ面白いからって言われても何が面白いのか伝わらないわけじゃん、俺らには。
だからそれって見る価値がないって判断をしちゃうの。俺らは。わかる。例えばさ、今この瞬間にさ、あ、ワンタロウいらっしゃい。今この瞬間にだよ、コメントで、おい、鮫島さんうんこ食ってるぞってコメントあったら見に行くでしょ。この放送全員いなくなるよ、47人。鮫島さんうんこ食ってるぞって URL 払って見に行く人手挙げて。おい、神回だよ、鮫島さんうんこ食ってるよ、急げって言われて見に行く人手挙げて。俺行くよ。俺多分枠閉じるもん。行くでしょ、みんな。うん。だけど過激なことをしろって言ってるわけじゃないんだよ。言っちゃうよね。過激なことをしろって言ってるわけじゃないの。これは違うの。そうじゃないのよ。やっぱみんな行くでしょ。そう。要は、でも、それが、例えばだよ。おい、ワン太郎がうんこ食ってるぞって言っても、俺行かないんだよ、正直。悪いけど、ワン太郎ごめんね、脱身しちゃって。正直な話。おい、ワン太郎がうんこ食ってるぞ、急げって言われても、俺枠続けちゃう、正直。で、バカだな、つって終わり。要はね、これ、一番言いたいことなんだけど、何をやるかじゃないんだよって。これツイッターにも書いたんだけど、何をやるかじゃないの。一番大事なのは誰がやるのかなの。何を言うのかが大事なんじゃないの。誰が言うのかなんだよ。そう。そうなんだよ。ワンタロ悔しいよな、言われて。そう。要は、俺はゴリラだぞっていう気概でいてほしいの。俺はゴリラだと。俺はいつか配信でてっぺん取る男だ。そう、人なんだよ、結局。うん。そうなんだよ。人なの。だから俺はゴリラだと。すげえ面白いと。ファンがいるわけじゃん。だから俺がやるんだから間違いないっていう気持ちを忘れないでほしい。ファンの前とかリスナーさんの前では謙虚に。絶対出さないけど、夜寝るときは大丈夫って言い聞かせてほしいよね。俺絶対いつか人集めてやるって。うん。俺はちなみにアクティブ10万人が目標。俺はアクティブ10万人が目標。いつもイメージしてるのは寝る前、仕事中も配信してる最中も、アクティブ10万人を達成するまで、達成してもやめないけど、生きてる間に必ず達成する。アクティブ10万人、リアルタイムで10万人、俺のことルックミーだから、うん、こっからブレてない俺は。これ3年前から言ってる。ただ言い方は変えてるよ。10万人の仲間と出会いたいんですって嫌味じゃないように言ってるけど、本当の本、これゴリラが本気だから言ってんだよ。俺は本当はアクティブ10万狙ってるから。うん。言うと叩かれるから言わないし、謙虚でいるふりをしてるの。俺はアクティブ10万狙ってるから。悪いけど。うん。それぐらいかな。うん。頑張ってね。うん。バカだなって思われるかもしんないけど、俺はやるから。今見てる60人ぐらいの人たちは承認ですよ。俺は言ったらやるから。いつかアクティブ10万人やります。はい、覚えておいてください。うん。まあ、これでね、ゴリラくんのね、人生がね、少しでも変わったら面白いよね。頑張って。やべえな、先輩になったんだな。新人とかルーキーだったのにさ。新人とかルーキーで逆だったよ。何回うなちゃんにコメントで聞いたか。俺ね、なんでここまで熱くなったかっていうと、俺うなちゃんマンきっかけで放送始めたんだけど、何回もうなに聞きに行った。だから正直気持ちわかる。本当に頑張って。頑張ってね。バーカ、ツールなんか使ったことねえよ。ツールなんか恥ずかしいこと一回も使ったことねえよ。ツール使ってんだったらもっと来るわ。じゃあ、皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。